はい、日比野先生です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、長野県に来てます。長野県の小泉翔海さんです。はい、今日はね、何しに来たかと言いますと、はい、こちらのね、緑号、はい、前回、茂原でですね、はい、走行会で走らせました。はい、で、まあいろいろね、少しずつ物を変えながら走ってみたわけなんですけれども、はい、まあ特にね、効果があったのは、シフトノーマルに変えたんですよ。もともとクイックシフトをつけてて、それをノーマルに戻しました。で、それはね、まあまあいい感じ。はい、で、クラッチもなんか調子が初め悪かったんですが、まあ一応ね、小泉翔海さんのね、メカニックさんのね、タッキーがね、はい、調整してくれて、で、まあね、問題なく、切れるようになりました。はい、で、その次はですね、やっぱり、まあ、走りの方はね、はい、馬力もあるし、まあ、グリップ仕様からのドルフト仕様で、まあ、ナックルとかも全部、切れ角も上がってたので、まあ、それなりに走れました。はい、その辺はね、全然問題ありませんでした。うん、でね、その次にね、やっぱりね、団体で走るとかね、追走で走るっていうね、その辺をね、次にね、目標にしていくとですね、どうしてもね、ノーマルのサイドではね、ちょっとね、物足りない。はい、そこでですね、今回小泉翔海の油圧サイドキット、はい、これを この車にね、ぶち込もうと思います。はい、で、小泉幸太郎先生にですね、はい、パーツを集めてもらって作業をしてもらうために今回持ってきました。はい、でね、小泉翔海さんでレバーも頼めるんですよ。あの油圧のレバーね、うん、サイドのレバーももう今いろいろ出てるんですよね。で、自分は、まあ、今までの車、歴代のどうだろうな、 S2000 もそうだし、S14 シルビアもそうだし、まあ、D1 車両に自分の車に入れてたものは、まあ多分ね、D1 車両ほとんどの車ついてるんですけど、ASD って言ってね、シルバーの、はい、ちょっと長めなやつ、油圧サイドレバー使ってるんですけど、今回ね、ちょっと違うやつ、はい、チョイスしてみました。はい、今回のはね、フォーミュラー D ジャパンでね、自分が今 RZ34 っていう車乗ってるんですよ。その時に、ついてるのがシッキーって言ってね、どうだろう、アメリカのものなのかな。はい、バイナウジャパンのね、ラーマン君がね、今取り扱ってるみたいで、それをね、今ね、ちょっとね、入れてみようかなと思ってます。 RZ34 でサイド、まあまあね、いい感じで引けてるんで、それを AE86 に使ってみて、いいのかどうか、で、神風号は ASD のその前のパターンのやつ使ってるんですよ。なので、その比較もできるかなと思って、今回、はい、シッキーの油圧サイドレバー使ってみたいと思います。はい、それで、まあね、ちょっと紹介してみます。行ってみましょう。はい、箱がね、こちらになります。はい、シッキーっつってね、このメイドイン USA、はい、書いてあります。でね、パッとね、開けるとこういう感じで、はい、こんな感じね。これはね、今回はゴールド、はい、色をね、ゴールドに、してみました。これね、確かね、青とかシルバーとかで、RZ さんにもね、黒、何種類かあるみたいですね、色はね、赤もあるのかな、とりあえずね、こんな感じで、しっかり見てみましょうかね。はい、いいよ。はい、説明書は英語です。はい、わかりません。で、これがレバーです。シッキーゴールドですね。こんな感じね。で、これはシリンダーかな。62って書いてあるね。はい、はい、こんな感じです。これが一つの箱に入って、一式ですね。はい、
で、今ね現状で油圧ラインのキットっていうのが今ねまだね売れすぎちゃって準備できてないみたいです。だから今この、はい、レバーと、このシリンダーのセットだったら購入できるみたいです。はい、まあね、取り付けはこういう感じで写真見ればわかるんで、まあほぼほぼ問題なくいけるのかなと思いますね。はい、自分の場合はこのシリンダーからの油圧のラインはその小泉パッケージで準備してもらっているので、もうキャリパーまで全部、はい、小泉紹介仕様です。先生、おはようございます。お久しぶりだね。おはようございます。はい、どうぞどうぞ。久しぶりだったね。ご無沙汰じゃないですか。この前のモバロで現地やったけど、ね、一緒に撮ってないもんね。バタバタしてたしね、ちょっとね。みんなで走ったから、ね、いやいやいや、本当に一生懸命走ったの久しぶりだし ね、 ね、みんなで走ってるとね、なんかトラブルね。確かに作業に精一杯で。いやいや、本当にでもね、面白かった ね、面白かった、また来年行きたいです ね、また行きましょうです。でね、走らせたらやっぱりね、態度聞かないんですよこれ。でもだからね、もうね、買ってきましたよこれ。なんすかこれは。はい、これ。これは見たことあります、これ。なんかどっかで見たことあんなこれ。多分ね、あんまりね、86で使ってる人いないんですよ、それ。なので、なるほど、今回、つけちゃうんすか。つけてみたいなと。はい、油圧サイド。おお。しかもね、これね、今回ね、ピカピカのゴールドにしました。これだからいろいろ。儲かってんの？儲かってんの？儲かってないけど。儲かってない。エバってみた。エバって言った。うわ、めちゃくちゃガッチリしてんね。なんかね、わすごい、俺がね、今フォーミュラ D の車で使ってるんですよ。おモノホンじゃないですか。まあまあね、今までトラブルなくて、その今サイドって硬いやつもあれば、結構こういうね、調整効くやつもあるんで、まあ、調整効く方なんですよ、これ。あ、これ調子いいんだ。だからこれ一回使ってみたいなと思って。すごいね、合成感が。そうそうそう、 USA って書いてあるよ。そう、アメリカ製なんですよ。アメリカ製ですか。大体みんなね、俺が使ってる ASD とか、あと、ウィルトのね、クレスとか、多いんですけど、まあ、ちょっとこれ少ないなと思って、一回これ試したいな。すごいね、がっちりしてる。横型も少ないし、そうなんですよ。良さそうだね。いや、小泉やつキットのラインとかはもう大丈夫なんですか。用意しましたよ。ありがとうございます。多分、つけるって言うなと思って準備してきましたよ。もうそっとね、話したらやっぱりね、すっと ね、準備してくれます ね、ありますよ。いや、頼みますね。出ちゃいますか。で、とりあえずそのレバーがあれば、あとはもう全部小泉紹介したんで揃うですか。あと大丈夫だね。だから、あとはキャリパーとかも全部お任せで、いつも通りな、はい、神風と同じね、パッケージでいきましょう。そうそう、だからね、油圧のサイドの場所だけ、まあまあさ、背の低い人って前までね、スライドさせないといけないから、まあ、それで合わせてもらったら、そうだね、全然いいんで、あ、みんなが乗れるようにね。やっぱ俺の車はね、なんかね、みんなの参考にしてほしいから。そういうところをちょっと。で、あと油圧のサイドつけるところにブレーキバランサーがあるんですよ。なるほど。俺のあの緑。なるほど。まあ、いらんちゃいらんけど ね、いらんちゃいらんけど、まあ、もう先生にちょっと、いろいろと、あの辺バランス取ってもらっていいですか。確かに、ちょっとね。普段使わないしね。ね。ちょっと移動してもいいかも。一回も使ってないだけどやっぱりブレーキをちょっと強く踏まないといけないって車ですね。そう、マスターね、ついてないからね。あれって何、やっぱりもう、踏めば効くっていう車なんですか。なんかすごい違和感あるんですよ。本当に。なんか鉄腕とかそっちの方がなんか良さそうなイメージだけど、まあ、確かにね、ドリフトじゃなければね、多分止めるっていう風にするんですけど、なんか一つね、前荷重作るかなぐらいの微調整がちょっとやりづらい。そうそうそう、今までの感覚だと、ね、今までのもうブレーキタッチよりも力入れないとできないから。なんかね、違和感。あ、これさ、FC になってるじゃないですか、フロントが。松田、で、これで今度逆にマスターバックつけちゃうと、なんかカミソリみたいなブレーキになっちゃうんだけど、逆にね、まあ、パッドのまあチョイスとかももちろんあるんだけど。なるほどね。だから、まあ、こう台形になってるフロントとかが大容量になってるようなやつは、まあ、本当はない方が乗りやすいかもしれない。だからこれでグリップでマスターバックついてると、もう多分最悪なんだよ。ロックしまくりだ。そう、危ない。怖くて乗れない。それダメだね。そっか、まあ、ノーマルキャリバーだとね、やっぱちょっと逆にしんどい。まあ、マスターバックないと、そうだよね、なんか止まる気がしないから、ね、本当慣れないと、あれだと思うんだけど、ね。なるほど。まあ、その辺はちょっと慣れてみるか、それかもパッドちょっとあれだね。そうそう、ちょっとね、初期強めのパッドとかにすれば、もしかしたら、なるほど。そっかそっか。
で、あとね、茂原で気になったのが、あのオルタがなんかね、結構死亡したのかなんかで、発電機ね、うん、発電機あれでね、ちょっとね、微妙にこう時間食っちゃったなって。で、神風号のオルタ使ったら、うんうんうん、まあ、復活したから、多分オルタぶっ壊れてたのかなと思ってて。なるほど、なるほど。その辺なんか、いい対策ないですか、うん。実はね、おちょっとあるの。そう、あるの。うちではね、そんなやってないあるの。うちではそんなやってないんだけど、ちょっとね、村越くんとか、うん、オレプラくんとかが最近ちょっとよくやってんのが、ね、はい、ワゴワルとか、あの K6A っていうエンジンのオルタネーターが、うんうんうん、つくんですよ。おちょっとした加工で、あの4エンジン使えるみたいで。そうなんだ。そう、うんうん、で、まあ、うちも試しで何台かはねちょっとやったりはしてるんだけど、うんうんうん、まあ本当にまあ、ブロックの取り付けほぼ一緒で、はい、この貼るアーチあるじゃんね、うん、こう調整するときの、うん、それの角度がちょっと違うんですよ、ね、なるほど、うんうん、でそのちょっとこう角度調整でもいいし、はい、なんかね、確かね、オレプラさんのとこで、うん、そのアーチ出てるんですよ、もう、あ、そうなんや、製品化されてて、うん、で、あとはカプラかな、後ろの黒い86って丸いでかいカプラがついてるんだけど、うん、それをね、あの配線屋さんで安いカプラがあって、うん、それに変換するだけで、うん、へえ、使えちゃうと。お、いいね。しかもオルタも安い。いいね。そう、もう多分3000円とか。めっちゃいいじゃないですか。で、多分手に入るから、もうね、86のオルタなんて、うん、まあ、大体壊れてるし。いや、本当にだってこの前でもさ、スペアが2つあったけど、2つともぶっ壊れた。スペアなってねえやって。もう消耗品すぎて。そうなんですよ。ちょっとね、こう優しく使われてるその軽乗車とかのやつを、うんうん、まあ、流用するのは全然あるだと思うから。そうだよね。もう神風号がね、部品取りになっちゃったんですよ、この前。もう動きませんみたいな。発電しない車ない。だからそれもうね、できるんだったらもう一式それやっちゃってもらっていいですか。ちょっとね、サイドがてら変えてみようかね。うん、うん、いいっすか。で、なんかカプラーもね、調子悪かったじゃんね、うん、なんかね、接触も悪かったから、やっぱもう古い車だから、うん、その辺はあれかな。そうなんですよ、うん、やっぱリフレッシュした方がいいかもしれないね。うん、まあ配線とかね、まあまあその電気系の流れとか、うんね、まあ86ももうね、古いんで、もうお付き合いしないとね、しっかりね、ちょっとずつ先までね、はい、面倒見てやらないとね。ね、これちょっとね、うん、油圧サイドにそのオルタの系、発電機ね、うん、ちょっとその辺ちょっとリフレッシュでやりましょう。はい、お願いします、はい、お願いします、はい。